はい、ともねぎです。本日はお裾分けるメイドインワイオというゲームを買ったので、まあ、こちらで遊んでいきたいと思うんですけど、スプラトゥーン、俺結構スプラトゥーンのゲームやってるじゃないですか。そのスプラトゥーンの、まあ、ちょっとしたね、ゲームが、お裾分けるメイドインワイオの方でもちょっと出てるみたいで、今回はそれを目当てに、動画を撮ってます。スプラトゥーンの、なんだろう、ミニゲームがいっぱい詰まってるゲームなんですよ、マリオってゲームは。今日はその、スプラのミニゲームができたらいいなって思って、やりたいと思います。はい、行きましょう。でね、ちょっとストーリーやったんだけど、ここまでちょっとやりました。そうですね。で、この、ニンテンドーって今、ナインボルト、これナインボルトさんなんですけど、小学生らしいよ、このキャラ。で、この任天堂っていうそのジャンルで、まあ、スプライが出てくるので、今日はそれを狙う。マジでミニゲームみんな好きでしょ？このうなチャンネルで言ったらミニゲームみたいなとこあるじゃん。そんなことないか。そんなことないよな。まあ、今日はね、その、ミニゲームを詰まったワリをやるんだけど、これキャラクターによって、なんか、違うんだよ。なんて言うんだろう。キャラクターによって行動が違うの。で、ワリオだったら飛べるし、クリケットだったらジャンプ力が高いとか、キャラによって決まってるので、まあ、今日はちょっと使いやすそうなキャラクターを3匹選んでちょっと使っていきたいと思います。まあ、これ3匹使うんですよ。交互になっていって。で、これめっちゃ早いから見ててみんな。ね、語彙力がないから今ちょっとうまく伝えられないんだけど、とりあえずミニゲームです。で、瞬発力なの。なんかね、何々やれって書いてあって、ルールもわかんない中ミニゲームやるので。あ、かわいい。なんか踊ってる。スケボーで乗ってるのがナインボルトさんで。ちょっとスキップしますか。よし。頑張ろう。任天堂。スプラで出てくるかな出せ。これマリオね、これ。あぶね、危ね。こんな感じで、本当にすぐ出てくるのよ。ミニゲームが。わかんないのです。倒せ、オッケー、倒せ。これドンキーコングね。ドンキーコングの中のゲームが今、ワリオでできます。登れ、これアイスクライマー。登れ、オッケー。この子ジャンプ力高いからちょうどよかった。なんかうんちの形してね、敵。あー、スプラ来た、これもう、あれだよ。バッテラストリートの場所来た。よーし、やっぱスプラやってるから、こういうの得意なんよ。まあ、今、明らかに、明らかに紫が多かった。もう来ないのかな、スプラトゥーン。お化けを見つけろだって。で、今にはいない。いなかった。今、ルイジの、ホンデッドマンションですね。それ。あ、ひげ剃って。やばい。どんどん体力が減っていく。出口に届けろ。出口は？出口ここ。届けて！ブリブリした！オッケー、サムス、これサムス。で、この日も初めてやりましたわ。倒せ。おっと、クッパを避けて、クッパ倒す。これもう、マリオのね、最後の、ステージ6ぐらい、ありますかね。エネルギーのための、これ、ブレスオブザワイルドなんだけど、攻撃して、オッケー、飛ばした。危ねえ。だんだんスピード上がってくるんだよね。取れ？よし、これ 3D マリオ。確か猫のマリオのやつ。組み合わせは家を作らなきゃいけない。これとこれかな。オッケー。順調。スプラ終わっちゃったからもう来ないのかな。さあ、収穫しろ、ピクミン。これ、ピクミン2なら紫ピクミンと白ピクミンだわ。優しい。大きいのは6です。6と4だったら6です。これ簡単よ。褒めろ。誰？かっこいい。かっこつけ。ちょっと。かっこいい以外ひどいな。これ何のゲーム今。これ知らないんだけど何のゲーム。絵柄が違うぞ今のゲームだけ。あ、ボス来ました。ゴールにたどり着け。マリオですね完全に。よし、これ一回やり過ごして飛べるマリオって考えた。あー、やばい、当たりに行っちゃった。そう、これアタックして倒せないのか。失敗しちゃった。あ、ボーナスゲーム。なんかこのゲームお金の要素があって、一応この今銃とか取ってるのお金なんですけど、あー、右上の取りたかったね。もうこれ何に使うか俺まだ分かりません。まあでもボーナスでもらえるならもらっておこうって。レベルアップ。
やべ、もう終わっちゃう。登れ。もうさっきのちょっと登れ、難しくなってるから。レベル2だね。しかも、スピードも速くなってるから、さらにです。出して取れ。出して取れ。出して取れ。オッケーオッケー、キノコだね。昔のマリオ、色がない。白黒だ。全部倒せ。全部倒したら右にしか打てないんだよね。オッケーオッケーオッケー、危ねえ。このキャラさ、飛べるし、なんか打てるんだけど、右にしか倒せないっていう。色が多いのはどっち？これ黄色かな？多分。黄色かな？よし、危ねえ。ほら、来た。むちの難しかったな。黄色って自分塗りが甘かった、今。お化けを見つけろ。あ、ここにいるお化けいる。順調すぎる。20までいきました。これ最高記録だよ、俺の。多分うまいと思っていけるんだろうけど。回しまーす。ゴロゴロかな。回しました。いけた？あ、いけたいけた。エネルギーを貯めろ。エネルギーを貯めろ。OK。ちょっとちっちゃくなってたね、最初のやつと比べると。いや、ほら来いよ。全部取れ。OK。簡単だった。当たらなきゃいいんだよな。今、マリオだ。悪魔を落とせ。悪魔落とした。OK。いい感じ。捕まるな。オッケー。当たらなきゃ OK。UFO キャッチャー、これ何のゲームだ？普通に UFO キャッチャーだから、出口へ届けろ。これ壊してあげないとね。どっち出口？こっち？まあ、どっちでもいいな。よかった。いや、頑張ってる。あと1機しかないんよ、俺。この子か。収穫しろ。収穫。よし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 。順調すぎる。挟まれるな。スクロール画面。オッケー。オッケー、昔のゲームだな、今のレトロの感じ。2個集めろ。これ出さなきゃ。あー、取れなかった。くっそー。ヨッシーだったわ、最後。あ、まあハイスコアなんだけど、まあいけました。でスプラのゲームもできたから、まあ満足しました。一応ね、これ図鑑からやりたいゲーム選べるんですよ。なので今からちょっとスプラトゥーンのゲームだけちょっとやっていこうかなって。まあ俺やっぱスプラトゥーンやってるからさ、全部クリアできそう。もうこれ紫だね、完全紫です。よーし。そう、スプラやってるからさ、これ毎回 A 一緒なのかな、覚えちゃえばいいよな。色が多いのはどっち？これもう青でしょ。紫、絶対紫これ。はい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 、色が変わってるわ。さっきもこんな感じだった。色が変わってるだけかも。黄色かな。いや、紫もうまい。でも黄色の方が自分の色がうまい。よし。いいだよ、いいよ。毎回変わんのかな。お、これ完全に黄色ですね。なんかちょっと変わってないか。余裕だぞ。スプラトゥーンやってるからかな。やってないとむずいんだな。これ黄色でしょ。いや、俺変わってないよ。色だけだよ、変わってる。38.8と38.3一緒だよ。闇を見た。ゲームの闇を、じゃあ次右側だぞ。え？違う、これ、え？ピンクじゃない？これさっき右だったよね。でもゲームの闇感あるけど、もうちょいやったら分かるか。黄色逆になってんのかな、もしかしたら反転してたりするのかな。 23.4と44、なんか見た気がするな。色が多いのはどっち？おー、もうこれオレンジや。38と38。あ、違う、ちょっと違うんだ。ちょ、俺どこまでいけるんだこれ。色が多いのはどっち？紫、確実に紫、確実に紫。もうやっぱね、スプラトゥーンだったらね、絶対ね、間違えるわけないんですよ。黄色ですね、もう完全に。これバッテラストリートですね。ちなみにさっきのコメントだからね、あのステージもわかるから、やっぱ上から見るだけで、形でね。黄色、これはあのちょうど目通す、完璧にわかります。あれでもやっぱちょっと見たことある気がする。いいわ。え、わかんない、黄色かな多分。失敗しちゃった。待って、わかんなかった。もう今ちょっと今のでもう体が膠着した。いや、ミスったかー。ありがとう。